さあやっていきましょう。マージカルマイトはパート11ですね。前回の、パート10でついに最終章に突入したところで前回終わりましたけども、今回最終章やっていきますって言っても、ちょっと待ってね今から何をするんでしょうか。違う、君じゃない。スケジュール、コウスケの足取り、金髪の情報や、金髪の情報やっていうか、その情報を持ってそうな人って俺ね、マジカルマのあの人しかわかんないけど、マジカルマの店員じゃねっていう読み合ってるかな。合ってない。金髪の情報や、金髪の情報や、金髪の情報や、お前か。違う、ちょっと待てよ金髪の情報屋、誰だ、君か。違うよね。情報通でしたね。矢ではない。金髪の情報通、ちょっと探しますね。金髪キャラっていたっけ、そもそも。狭間家だって誰もいないでしょ。だよね。アイスクール、ん金髪の情報通、誰だ、そんなんいたっけ、そんなんおったっけ。ちょっと探しますね。カット。山かな、これだって。違うでしょ、ここは多分。誰お前、考える教会人、うん、こいつもしかして、こいつ正解、正解ですか、うん、違うのか、違うのか、あ、ファイナルインパクト、復帰の光、何ですか、強そうですよ。復帰の光、復帰の光、絶対リズ、あのザオリクでしょ。おお、なるほどなるほど。まあ今はいらないかな。今 HP 減ってるやつ、コウスケじゃない、コウスケだコウスケじゃない、コウスケじゃない、コウスケです。はい、だったらリミットレスをハーフコストにしようか。ハーフコストにして、コウちゃんに、トリプルチャージいらないような気してきたな。チャージホールドもいらない、チャージホールドいらないね。だったらリミットレスをつけて歩くたびに回復していきましょう。こいつ怪しいよな。うん、つながりはまた別のあり方で別の可能性を持っているのかもしれない。君たちは本当は家族だったとか。あいつ金髪だもんな。こんにちは正義感。違うのか、こんなか。違うんか。え、こんなか関係ないか。一応ね、探しますね。よいしょ。え、あ、やったぜ。神羅万象。何ですか、神羅万象って。すべての能力が50上がる。すげえ強いんだけど。超強い。待って、これは、どうしようかな。クラちゃん。いや、クラちゃんはこれでいい。獅子粉塵をこれにしよう。よしよし、まなみちゃん超強化、これは強いものを手に入れたな。やったぜ。下行ってみよう。よいしょ。ほいほい、なんかあるんかなこれ。結構屈折した道だけど、こっち側は何ですか。あ、通れない、倒すしかないのか。右、ここだ。よし、おーっと、これは、あ、リミットレスネオ、リミットレスネオ、4% やりました。これあれですね、深淵ですね。誰かの、誰だっけ、エイスケの深淵的なやつの場所でしたね、ここはね。じゃあコウスケの深淵か。
なんだ、強い力で閉ざされている。まあ、ここは今来るべき場所じゃないのかもね。おっと、めっちゃ時間かかっちゃった。疲れた。今のところは倍速だな。もうないね、何も。でもさ、これメインストーリーどこ進めばいいかわからんな。ちょ、もう一回カットしてくるわ。何気なく歩いてたらさ、なんかいたわミスター情報網、こんなやつ知ってた？みんな知らなかったよな。早く聞こう。あ、はいはいはい、山に行けばいいんですね。でも山さっき行ったよ。山さっき行ったよね。うん。え？お前？じゃないよな。うん。石野の目山がなんとかって今言ってなかった？ごめん。全然聞いてなかった。すみません。注意力3万ですね。でも今のやつは確か3階にいたはず。3階だったよね。ごめん、2階だったわ。2階の、もう一回聞かせてくれ。もう一回聞かせて、その話。いた。篠の目山が熱い。三年のあの人？山に行けばいいんじゃないのですか？いらないんですか？わからん。もう一回カットするわ。でもやっぱ山になんかある感じだわ。全然、いろいろ調べてきたけどさ。あの、高校とか公園とか商店街とかさ。ここは？すべてはこの場所から始まった。あ、ちょ、待っ、ここやん全然気づいてなかったやんオッケー、やっと進みました。じゃあ行きましょう。これコウスケの深淵にあった場所ですね。神羅万象。もう一個どうしようかな。もう一個、うん、まなみちゃんクソ強くなった神羅万象両刀装備二刀流一騎当選。そしてこっちは希望の雫が2個。一騎当選ってさ、攻撃力アップ系これ。あー、攻撃クソ上がるわけですか。なるほど。だったら、はい、葵ちゃんガチムチかあ、 A ちゃん、うわー、目が、車輪が。それ気づかなかった。すぐ泳げるようになった。あ、それは、エースケのおかげだったんだ。エースケ、聞いてくれ。一部は今でも、俺の中にいる。ここまで一緒に来てくれた。そう、今だって。エースケ、まずはおじいちゃんの話を聞こうな。お前に会えておじいちゃん嬉しいぞ。ずっと同じところにいたのに、誰も気づいてくれなかった。いつもそうだった。みんなコウスケばっかり見て。それが死んじゃうってことなんだ。いや、生きてた頃からね。生きてた頃からもコウスケが主人公だったんだよ、ずっと。そんなのエースケの思い込みだ。でもそういうマナーだって、コウスケだっただろ。寂しかったの？ちょっとわかるよ。平気さ、僕は僕じゃなくなったし、みんなもこっちに集まってくれるからね。あのな、エースケ、その体はお前のものじゃなくて。うわー、怒ったー。ね、すごいと思わない？なんか、セカオザみたいなこと言ってね、すごいと思わないみたいな。もう、茶化すのやめます。取り返しのつかないこと。そんなの知らない。僕は、もう、教会人じゃなくなった。聖者の狭間康介になったんだ。あと少しで完全に入れ替われるんだよ。エースケ、ちょっと待ってよ。幽体離脱してる康介がいなくなれば、すべてが完成するんだ、ジェーンと。何の話をしているんだ。まさか、ここまでとは。自分を取り返したかったらそうしなよ。どの道僕らはぶつかるんだ。ふざけるな。お前は大事な弟だ。敵でも味方でもない。あ、じゃあ敵でも何でもない。味方だって言いたいのに、味方でもないって言っちゃった。あの勝負の続きをしよう。消えた。ティウンティウンって感じで消えましたね。ここの入り口によく似た場所があっちの世界にある。狭間康介の深淵。なるほど。俺の深淵に飛び込むわけか。また
できてるよ。あ、できてないけど。コウスケと俺の心は全くリンクしていないようです。さて、静かに決意を固める。4つ目のチャージ技、フレアゴースト、強そう。応援団、神ゆい、リベロジューサー。へー、全員なんか新技を覚えましたね。後で使ってみよっと。こっから先いけない感じですね。ではでは、コウスケの深淵にレッツラゴーゴーゴー。ではコウスケの深淵までカットします。では行きましょう。さあ、こっちだな。え、あ、これ記憶か。あ、親父、姉さん、高速ゲット。ほう、ちょ、これあれ、あそこに宝箱あるんだけど入れないのか。ここで病院の伏線回収みたいな。あ、こっち通れるようになってる。うぃー、なんかあるぜ。なになにこれ。シーンを覗く、戦闘ボス、もうボス。なにー、なんとかかんとかをはびこらせた。え、待って、全員、いや、ジンさん一人でどうしろと。くそー、攻撃だ。ジンさんゾウさん、いって、え、いって、めっちゃ強い。うわー、お前らしっかりしろ。アイテムでなんかない？状態上回復、あ、戦闘不能以外の、よし、これだ。まずは葵ちゃんだな。葵ちゃんを回復させて、葵ちゃんのスキルで全員を取り戻す。やめろやめろ、自分を傷つけるのやめろ。てか、まなみちゃん本当強くなったな。あー、やめてー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 。あー、痛い。通常攻撃で全体かよ。さあ、我に帰った。おっ、コウスケも我に帰りましたね。だったら普通の攻撃、応援団あるの、ね、HP8% 回復。これ強いわ、それ強いわ。神ゆいってどうなんだ、これが物理無効状態を突破する。みんなめっちゃ強くなってんじゃん、嬉しいぜ。レッドアイ使おう、レッドアイからのアタック。やめろあ、スキル封印しちゃったよなんでここで芸人見せないといけない。うわー芸人かよじ、自力じゃない、レッドアイ。よし、待て、もう一個あるね。よし、もう一個、あ、どんどん使っていこうじゃん。痛い。あー、これ強いぞ今までのボスの中で一番強いかもしれないぞこれは。あ、コウスケ目覚めた、よっしゃ、これはでかい。さあ、いい火力、よし、寝たぞ。そして全員復帰。プリズムブレスを使う、あ、フレアゴースト、状態異常防止を無効化。へえ、なかなかですね。で、リベロデューサー MP50% 回復、これ強いぞ。リベロデューサー使いましょう。じゃあ MP 回復でしょ、これ強いぞ。 MP 回復した上で TP を回復する、これ強いですね。で、応援団で HP ちょっと回復しましょうか。 HP に20回復しよう。で、攻撃リベロデューサー、はい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 。あ、 MP50% 回復だねこれね。まなみちゃんだけ MP が200だから、てかミスった。あー、葵ちゃんにさ、あれだ、状態異常ならないやつつけんの忘れてた、完全に忘れてた、しまった。では新規一点の教えて応援団で、レッド、神ゆいは大丈夫だね、大丈夫だね、しなくて、よし、いって、スキル封印しちゃったぞ。これは葵ちゃんが回復してくれるはず。うーわー、くっそ強いんですけど。あ、異常防止になっちゃった。でも防御力は下げる、よし。あー、はい、ちょっと状態上はやめてほしい。あ、オッケーオッケーオッケー、
ちょ、まなみちゃんがさ、暴れすぎてる。暴れすぎてる。でも、火力は出てますね。いいですよ。コウスケほんと強いな。一人だけでめっちゃ攻撃しちゃう。おーほー。いやー。いやー、敏捷性上がられた。よしよし。やっと回復した。オッケー、全員回復しましたね。では、プリズムブレストを2発打ってやる。で、ちょっと待って、その前に。あ、相手状態異常防止だったから、フレアゴースト2回打とう。で、リベロデューサーは使わなくていいかな。あ、予防の心得あるじゃん。これ使っとけばよかった、最初から。だったら、全員の防御力も上げて、で、応援団かける2。応援団かける2。でも相手こう、ちょっとスピードがアップしてるからな、それが良くない。頼む、耐えろー、耐えないんですわ。ひえー、こんな無理やろー。これまずいぞ、勝てないぞこれ。お、いいぞ。お、おお、まなみちゃんいいですよ。お、葵ちゃんもいいぞ。混乱してもらおう。この火力ですか。いいぞ。これ何回や言って HP だいぶ減ってんじゃね。あー痛い。じいさんやばいでやんす。よし、予防の心得と、あー予防の心得、猶予と MP を完全回復。もう人材使っちゃえ、使っちゃえ。あーダメだダメだ、そんななんかエリクサー的なやつはダメだ。よくない。防御力上げよう。人材防御してくれ、もう攻撃しても意味がない。あー結局これで混乱になるんだよ。無理ゲー。無理ゲー。あ、でもこれは治ったな。ワンチャンだな、ワンチャン。ワンチャン倒せないかな。あ、でも HP だいぶ減ってっぞ。これワンチャンあるぞ。ワンチャンある、ワンチャンある。チャージした TP を全て消費して味方のヒューを全開。1人の1人か。ベホマズンではなくベホマか。うーん、心機一転の教え。レッドアイ防御。あー目が回るんじゃ。無理じゃねえすかね。おら、これチーズさん死ぬぜ。まずいな。予防の心得、これやっても意味がないな。正直やっても意味がない。あー ちょっとでも勝つ。あ、もしかして、よし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 、これで予防の心得だ。予防の心得できた、やったー。よっしゃー、こっから逆転してやる。ちょっとだけ回復。よっしゃー、やっとだ。オッケーオッケー、ラッキー。でここでスクルトを打って、予防の心得は意味ないから、え、ペネトレイトス、いや違うな、新規、新、いやーちょっと待って、リベロデューサー使っていこう。リベロデューサー使って応援団かける2で、応援団かける2使ってゾウさんはもう防御してくれ。大丈夫、これ大丈夫。よし、状態異常ならないから。うわ、めっちゃ回復した。まずいぜまずいぜ。さあ 4P 回復しましょう。全回復ですね。さあここで HP を回復、ベホマラー。さらにもう一回、これ強いぞ本当に。 HP 回復技はね、このゲームにとってはだいぶ重要だからね。さあコウスケの攻撃がぶっ刺さる。でちょっと一回カットしてる、カットするね。でコウスケプリズムブレストかける2でもってリベルデューサーはもう意味ないね。だったら浸透滅却を2回使って、で応援団だね。もう葵ちゃんは回復に徹してくれ。で物理無効状態はないから普通の攻撃大丈夫、これは大丈夫、効かないぜ。防御力上がってるからな。はい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 、よほい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 。さらにもう1回、次誰、よし回復しよう。応援団になったっていうんだな。
それかわいいな。よっしゃー、早く。ほら、許さねえぞこの野郎。行って。よっしゃ、オッケー。さらにジンさんの攻撃、暗闇に飛ばす。もう倒せんじゃね。よっしゃ、もう倒せる。でも一応応援団2回使っておこう。これ中の劇、あ、今気づいた。こいつさ、葵ちゃんだ。この敵間違いない。混乱攻撃してくるし、中の劇、小の劇、中くらいのちょっとっていう意味でしょ。葵ちゃんだ。葵ちゃんかい倒した。あ、なんかある。やったー。葵ちゃんだった、さっきのやつ。やったーでもないな。めっちゃあるし、なんでも売ってるぞ、これ。まあ、とりあえずね。なんかさっき手に入れたからちょっと見ようか。どれだ？これだ。最大 MP が0になるが、敏捷性が250上がる。あ、くっそ速くなるんですね。で、コウスケさ、コウスケだよね、これつけるだとしたら。でも、ゆうよ得意点で、でも使う場面ね、意外になかったんだよね。あ、いや、違うな。クラちゃんかな。いや、ちょっと待って。葵ちゃんのさ、なんだっけ。あれだ、リミットレスを、違う、チャージホールドを、あれだ、状態上にならないレジスターズに変えましょう。やっぱりね、ゴッドオブデスつけてたか。あ、間違えた。なんか、あれ、なんだっけ、さっきつけてたやつ。これ？あれ？あ、これだ。よし。レジスターズは何になるの？混乱睡眠、暗闇を防止する。ああ、なるほど。スキル封印は防げないのか。だったら、ゴッドオブデスは葵ちゃんにつけよう。重要だからね。で、レジスターズ。これでいいでしょう。オッケー、まあでもこれ、あおちゃん倒しましたね。なんか買おうかな。でも、全然こう、お金がないんですよね。アシュラの魂。防御力、これ、くんと強いな。疾風陣雷。ああ、はい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 。新天道地。買っちゃった！間違えた！買うつもりなかったんだよ！買ってすぐ売却する。これだな。新天道地。あ、2個あるわ。いらない。これもいらない。おお、お金が増えたぜ。さあ、何を買おうか。オートチャージじゃないな。リミットレス、ネオない。リミットレスネオはないのか。それはないか、さすがに。コンボ、あ、コンボプラスいいな、これ。コンボプラス買おう。コンボプラスを、どうしようかな。ステータス。攻撃力100、あ、葵ちゃんだな。葵ちゃんが、2番目に攻撃力高いから、コンボプラスは葵ちゃんにつけましょう。神道滅却、正直、葵ちゃん使わなくていいかもね。あ、でもリミットレスネオかな。リミットレスネオだな。コンボプラス。葵ちゃんが、なんと、筋肉お化けな上に、1回の、ハヤブサの剣を装備してしまいましたね。さて、セーブしたいんですが、セーブポイントないのかな？ないのかな？ないかな？こっちは？うわぁ。逃げまーす。一回、狭間の世界戻りますね。一回、もうそれがいいでしょ。よいしょ。まあでも、まあ。なんか、一人倒したから、葵ちゃん的なやつ倒したから、今回この辺に終わりますね。で、次、多分他のキャラクター出るか分かんないけど、倒していきます。はい。今回はまあちょっと、あんま展開薄いかもしれないけど、まあ OK でしょう。では、パート11これで終わりたいと思います。パート12も、どうぞ、見てください。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら。バイバイ。